私を倒そうなど少子千万これでも食らえ。やめろ。無惨、お前だけは許せん。究極の奥義を見せてやる。死ぬバーンナカー。伝説によると今から1800年前、人類滅亡を目論み全てを無に帰そうとした魔人オロチとその手先八血衆です。三種の神器と呼ばれる草薙、八坂に、八田の一族によって封印された。三種の神器は三族の末裔に分けられ、今も守られている。そろそろ始めろ。ったくあのバカ、どこに行っちゃったのよ。もう見つけたらただじゃおかないわ。おいおい、誰だよ、グラスをひっくり返したやつは。お兄ちゃん、お父さんは？ん？親父なら食い物に当たってうちで寝込んでるぞ。嘘だ、私たちに負けたのが悔しくて来ないだけでしょ、いじっぱりな。親父を悪く言うな。言うも言うも言うも。よっしゃよっと、シャワーの見て見て、うだーっと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 。なあチョイ、お前料理人を目指したらどうだ。足を洗って。え、肩着になれるでやんすか。なれるとも、過去にどんな悪事を働こうと関係ない。真面目に修行を積んで正しい心を手に入れるんだ。そうだ、これから人生の全てを修行に捧げろ。まず片足立ち始め。え、今から。you
ロシ、ハイデルンたちはもうすぐ着きます。ですが何か嫌な予感が。うん、アテナのサイコパワーで見てもらうとするか。この食いしん坊。あ？アテナ、何か感じたのか？邪悪な気配にサイコパワーが抑え込まれた。オロチの力だ。何やってんだ。すまんな。ほら。何すんだよ。おい、ちょ、部屋が乱れちゃうだろ。ったくもう。あれ、今日は探してくる。お？なんだ。大門。まずい、みんな逃げろ。ルガール様、準備が整いました。会場のドアを開けろ。ロシ、どう思います？さあな、ここは奴らの本拠地じゃ。わしら格闘家を一箇所に集めた理由を知るには様子を見るしかない。これは何の匂いじゃ。いかん。なんや、みんなどこ行って。動き始めたようだな。どういうことか状況を確かめよう。みんな息を止めろ。まだガスが漂っておるぞ。手分けして探しましょう。うむ、お主も気をつけるんじゃ。ネズミが袋に入ったようだ。ベリマル。
クソ、閉じ込められたのか。ダイモン、ベニマル、俺だ。お前らどうした？許せ、ダイモン。スポーツチームの時と同じ国章か。国章はどこだ。この部屋にあるはずなのに。誰の仕業だ。出てこい。バカ野郎、お前が暴れたせいで何かが反応したぞ。ダイモン、頼むぞ。